俺の名はラジエル。ノスゴスの支配者ケインに作られたヴァンパイアの戦士。俺と同じくケインに作られた兄弟たちと共にかつてのノスゴスに君臨した者。しかし我らが創造主ケインは俺の翼に宿る力を恐れ、その翼を折り我が兄弟たちに命じ、俺を奈落の大渦へと突き落とした。そう、俺は俺を作った主人に処刑されたのだ。生死をさまよう俺は精神界と呼ばれる目に見えぬ異界、物質界とは異なる位相へと転移していた。やがて謎の声に呼ばれ、俺は目覚めた。そして醜く変わり果てた己の姿に愕然とした。謎の声が続ける。ノスゴスの調和をよみがえらせるために俺を復活させ新たな力を与えたのだと。俺の体は血を吸う代わりに魂を欲するようになっていた。倒した敵の魂を食らい己が渇きを癒すしかないのだ。物質界へと舞い戻った俺はノスゴスの風景に我が目を疑った。俾が復活するまで幾多の歳月が流れたに違いない。柱の聖地とその守護者たち神秘の輪の崩壊によりノスゴスの調和は失われたのだ。誰のせいか俺は知っている。ケインがノスゴスのために生贄になる宿命を拒み神秘の輪を崩壊させたのだ。ケインを追う俺の前に奴に従う我が兄弟たちが立ちはだかった。メルカイア、ゼフォン、ラハーブ、そしてデュマ。兄弟たちを倒すたびに俺はヴァンパイアとしての弱点を克服する新たな能力を手に入れた。俺は柱の聖地でケインと対決した。なぜヴァンパイアを、己の創造物を滅ぼしたのか問い詰める俺にケインは余裕もあらわに答えた。我が手で作ったものは我が手で壊せるのだと。そして古代の剣ソウルリーバーを俺に向けた。ソウルリーバー、長い時を経た俺たちよりはるかに恐ろしい魂を食らう剣。戦いに敗れた俺にケインは容赦なくソウルリーバーを叩きつけた。しかし剣は砕け散り物質としての存在を失ってしまう。どう応用もせずにケインは言う。我らは己の宿命に一歩近づいたのだと。一体それはどういう意味なのか俺には分からなかった。傷つき精神世界に戻った俺を待っていたのは実体を失ったソウルリーバーだった。謎の声が言う。物質としての存在をなくした今、それこそがソウルリーバーの真の姿だと。手を伸ばすとそれは俺の腕に宿り我が力の一部となった。俺は最強の武器を手に入れたのだ。アリエル、柱の聖地で時の流れを見つめる亡霊、かつては柱の聖地を守る神秘の輪の一員、そして調和を司る守護者だった。聖地が腐敗した今この場所に縛り付けられているという。俺がケインの敵だと知ると彼女は協力を申し出た。サラファンの修道戦士たちの砦、古代よりヴァンパイアと戦い続け、ついには根絶やしにした我が一族の宿敵。サラファンの英雄たちが眠る聖なる墓所の壁に俺は兄弟と己自身の名を見つけた。
そう、俺はヴァンパイアとしてケインに作られる以前はサラファンだったのだ。ケインに仕組まれたこの皮肉な宿命、俺は奴への怒りで震えた。やがて神託の洞窟へとたどり着いた俺はモビウスという男のことを思い出した。神秘の輪の生き残り、時の番人、そして冷酷な男として聖地に仕えていたという。モビウスはかつてこの洞窟でケインにその命を奪われた。俺はこの無人であるはずの洞窟にケインの存在を感じ取っていた。ついに俺は洞窟の奥でケインを追い詰めた。時の流れとは、宿命とは、俺の復讐を遂げるために、そしてノスゴスの全ての謎を解き明かすために、俺はケインを倒さねばならない。